さあ、またまた始まっちゃってますよ。スキビディ軍団、スキビディトイレ軍団 VS、ハギワギ軍団 VS、レインボーフレンズ軍団でーす。さあ、って早速1回戦は誰だ？さあ、なんと、写真マン VS、タツタ姫だ。さあ、タツタ姫っていうのは奈良県三郷町のゆるキャラです。さあ、レディーファイト。さあ、どうする？写真マンがぐるぐる回っている。さあ、タツタ姫も横にちょこちょこしている。さあ、パンチパンチパンチ、キックパン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 。さあ、すごいぞ。さあ、あっという間に勝った写真マン強い。写真マンはスキビディトイレの中でも優秀なやつだ。おーっと、なんてことだ。ハギワギ軍団から早くも、オレンジハギが出てきた。オレンジハギに攻撃。開始前にどんどん写真マンが容赦ない攻撃をしている。おーっと、写真マン負けた。おーっと、さあ、次は誰だ。おい、見せてくれ。そいつは誰だ。テレビマン。テレビマン、テレビマンがハギワギのオレンジと戦っているよ。さあ、いい勝負だ。おーっと、おー、自分を攻撃している。ハギワギが洗脳されて自分を攻撃しているぞ。おーっと、なんていう強さ。自ら何もせずに洗脳して相手を倒した。おーっと、また洗脳が入った。洗脳が入ったぞ。洗脳が入って、ハギワギが自分を攻撃している。おー、ハギワギが自分の洗脳を解いた。ダムシーやつはね、やっと来てて、で、ドガーだって。眩しいやつを解除して攻撃したらしい。映ってないぞ。そっちじゃないと、そこでやらないと映らないぞらしい。今のをやったらしいぞ。いい解説だ。説明が丁寧だぞ。さあ、次はタコハギ VS ラージスピーカーマン。ラージスピーカーマンだ。でかいやつだ。さあ、本体は思ったよりもちっちゃいが気にしないでいこう。さあ、タコハギも強いぞ。タコハギはめちゃくちゃ速いからね、なかなか攻撃には使わないぞ。おっ、飛んだ。飛んで速い。さすが持ち前の速さ。しかし、ラージスピーカーマンも攻撃力が強すぎる。おーっと、ラージスピーカーマンの強い。おーっと、アオハギがまた復活した。さあ、さっきやられてなかったからな。また復活したぞ。さあ、攻撃しているが効いていない。さすがハギーワギーだ。なんていう強さだ。さあ、次は誰だ？一体誰が出てくるんだ。なんということだ。スキビディトイレだ。スキビディトイレ。ワンピースのキャラでいうと、これはガイモンに当たるやつだ。宝箱の中に入って顔だけ出している。さあ、そのガイモンだ。もしくはあそこがレッドバレーだったのではないかという考察もある。さあ、大変だ。スキビディトイレとハギワギ軍団、いろいろなことが考察している。考察と考察似ている。さあ、考察しているぞ。いいコインジだ。いいコンジ、いいコンジ。なんていうことだ。さあ、スキビトリーはりられてしまった。ハギワギのグレーは強い。さあ、こいつは誰だ。テレビウーマンか。テレビタイタン。テレビタイタンだ。大変だ。俗に言うタイタンの弱襲だ。これは大変なことになってきたぞ。さあ、武器は持っている。さあ、黄色い。おっと、テレビタイタンに洗脳された。そしてやられてしまった。さあ、次は一体誰だ。パグアピア、 PJ パグアピア。動物には効かないんじゃないか。やはり強い。動物にテレビの攻撃は通用しないようだぞ。さあ、スキビディトイレ軍団やばい。もうあと人数が限られてきてるぞ。さあ、お、ちょっと待って、そいつは誰だ。シネマン。シネママンだ。やばいことになってきた。シネママン、シネマっていうのは映画のことかな。さあ、シネマティック、シネマティック、シネマティック。おーっと、なんていうことだ。レインボーフレンズのオレンジがここに来て現れた。えらいことなんだ。お、パキーンだ。やばい、パキーンが出た。パキーンが出てしまった。これは強すぎる。テレビウーマン。テレビウーマンが出てきた。ドゥーした。さあ、洗脳できるか、洗脳できるか。さあ、洗脳したのかどうだ。おーっと、洗脳で、なんと倒してしまった。テレビウーマン強し。おー、近くに来た。なんてことだ、ベンディーだ。あなたの話がまた明日。おっと、また明日らしいぞ。さあ、どうする。ドゥー、出た、ドゥーだ。やはり強い。ドゥー強すぎる。さあ、誰だ。オレンジが復活した。オレンジが復活している。なんてこと、オレンジが復活した。ゾンビオレンジ、ゾンビオレンジだ。これは大変だ。ゾンビオレンジがどんどん攻撃に向かっているぞ。えらいことになってきた。これは大変だ。あーっと、壊れてしまった。やばいぞ。オレンジ強し、強すぎ方一です。とてもとても強い。さーて、レインボーフレンズ軍団も後がなくなってきた。ボリスだ。さあ、ボリスが出てきたぞ。トーで、トー。
なんか叫んでたぞ。レディーファイト、うん、さあ静かに始まっている。さあどうなっているんだ静か。テレビウォーマンも攻撃をしないぞ。ボリスはテレビウォーマンに結婚します。なんということだ、ボリスとテレビウォーマンが結婚するということだ。ここに来て和平、いや結婚してない結婚してない、全然結婚してないんですけど。ボリスは僕は嫌いなんです。なんだよ、結局嫌いだったらしい。女の子に嫌われたら男の子は大変だよ、頑張ってくれ。あ、恐竜だ、かわいい。後ろを見ろ、マミーロング X だ。女対決だ。マミーはスピーカーマンと結婚しないんだろ。チャー、マミーはスピーカーマンと結婚しないらしいぞ。さあマミーが怒った。私のボリス何をしてんのよ、私のボリスを痛めつけたな、この野郎、クソ野郎。あ、どんだ、飛んでいった。大変なことになってきた。これはやばいですね。これはやばいらしいぞ。お腹見えるよ。お腹見えるらしいぞ。さあ出てきたバルーン。違う、お腹じゃ、おへそ。おへそが見えるらしいぞ。お腹やね、これ。違う、おへそやね。おへそもお腹も合ってるよ。さあブルーが出てきた。さあブルー VS テレビウォーマン。テレビウォーマン連戦がたたっている。体力に限界が来ているのか。ドゥーが来てからい、ドゥーは全く効いていないんじゃないか。あ、やられた。まだテレビウォーマン強い。テレビウォーマンはやけどをします。テレビウォーマンでやけどをして、なんていうことだ。グリーンだ。最近気づいたけど、気づき日常くんっていう人が教えてくれたぞ。グリーンは目が見えないらしいぞ。あと、その間にパープルがもうすでに出ている。なんていうことだ。パープルさえも倒すのか。おーと、新しいやつが出てきた。そいつは誰だ、ジョー君。そいつは誰だ。テレビカメラマン。タイタンカメラマンだ。おーと、キシミシも準備万端。おーと、キシミシを一撃。さあ、あとアリスだ。さあ、アリスが出てきた。おーと、タイタンテレビマン。スピーカーも。タイタンスピーカー。咳が出てしまった。なんてことだ、タイタンスキーパーマンに私が攻撃されて咳が出てしまったぞ。強すぎる。オレンジがまた出てきた。オレンジがうろちょろしている。さあこれはあと誰がいる。おっと待て、ここにいるぞ、ここにいるぞ。さあ白ハギがまだいた。やばいぞ、タイタンスピーカーマン、タイタンスピーカーマン VS 白ハギ。これが最後の決着か。さあどうなる。こっちでか、ここで勝ったやつが優勝だ。さあ勝負だ。さあタイタンカメラマン、タイタンスピーカーマン VS 白ハギ、準備は整ったか、いいか。いや待て、よく見ろ、オレンジが白ハギを食っているんじゃないか。待て待て、なんでだ。オレンジが白ハギを食っている、仲間割れだ。大変なことになっている。このままでは勝負をせずにタイタンスピーカーマンの勝利だ。ということはスキビートイレ軍団の勝利になる。さあどっちなんだ、どうなんだ、教えてくれ。どっちが勝ったんだ。スピーカーマンの勝ちということです。キビティトイレ軍団の勝利でした。ありがとうございました。何年、にゃ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